ので緊張してる？大丈夫よ。2.52 ですね。可愛い。衝撃の血液検査をしました。広島県深町です。ちなみにバッグはコーナーで買ったやつです。ここに前ポケットでレジ袋とか入れてますで、サイドにもポケットでカジラ開けてるんでいいんですけど、中にはおやつをジップの中に入れてます。で、こっちからも出れて上からも出れるようになってます。このバッグは結局一番肩にもかけれるし持ちやすくて気に入ってますね。もうちょっとしたら新しいの買おうだな。確か色違いで紺色とこの白と2色あったと思いますが、また次も多分白買います。気になるの？気になるか。先生お願いします。バイバイ。ウブ一泊やってんな。なめやんといて。ストレス溜まってるでしょうけど。あんまなめたらあかんよ。はい、こんな感じになってます。服みたいになってるから、脱いじゃったりすることがないようになってます。おしっこもちゃんとできるみたい。穴が開いてます。だらんやな。ウブ何考えてんの？どうした？疲れたな。もうちょっと一緒寝ようか。ねんねしようか。いや頑張りました。なんかなどくなった。潜ってんの。ウブマン来た来た。いらっしゃい。みんな集合した。私は編集中です。コロッケパン。みんなお眠やな。ウブ、あっちゃん、舐めてあげてた。返しやな。舐めたら嫌や。舐めんといて。頑張って舐めんの我慢して。はい。ここ好きやな。ただもはや。で病院傷口見せに行くね。行こうか。病院行こうか。ね。特に体調面お変わりはないですか？はい、大丈夫です。まあ、本日4日の検診なので、ちょっとテープの方を出していただきます。フック脱ごうとしてるやろ。天才すぎん。うんうん。なんて言ってんの？うんうんうん。どうした？おもちゃは？おもちゃ持ってきて。うん。おもちゃ持ってきて。おもちゃ。ご飯は食べたい？夜食べたい？カードも今日で終わりやな。ではバスです。じゃまずスリングがしていきますね。はい、お願いします。綺麗にしていきますね。はい。大丈夫ですね。待てよ。よしこさん、よしこさん、よしこさん、よしこさん。食べた。食べちゃった。よしこさんって言ったやん。よしって言ってないで。全員かかった。ああ。練習しよう。心配。